ありがとね。今日もめっちゃ楽しかったです。かわちゃんイエー、みやんこ先生イエー、かいびょしらさんイエー、ロックオンさんお疲れありがとう。ガチ恋諦めたらそこで試合終了ですよ。毎回当たって砕けて、え、当たって砕けろ、当たって砕けろ、当たって砕けるってめっちゃいい言葉だよね。泣いてるの、だって嬉しくて。配信でも楽しめたよ、めっちゃ嬉しいやん。熱い熱い。平吉さん、平吉さん結婚して、はぁ、あんたさ、私のことを幸せにできるの。カミリアケイさん、お疲れありがとうありがとう。一人たちのセンターマジ最高だった、めっちゃ嬉しいんだけど。本当にマジめっちゃ嬉しいんだけど。一杯の水のセンターが可愛く、めっちゃ嬉しいんだけど。羽山さん I love you、 ありがとうヒデキンガーさん結婚して、ねえあんたさ、どっちを取るわけ、私ともう一人結婚したい子がいるでしょ。知ってるんだからね私は。あやとちゃんハートありがとう。しんいちさんもハートありがとう。シャチクさんイエーありがとう。え、めっちゃ嬉しいな、褒めてもらえて。のりみょうさんイエーありがとう。 MJ さんイエーありがとう。青色大好きさんイエーありがとう。え、めっちゃ嬉しいんだけど、今日最高に良かった。いや、めっちゃ嬉しいんだけど、配信だけど毎回声初めて見たけど陽気でした、めっちゃ嬉しい。え、ヘタレのセリフめっちゃ良かった、めっちゃ嬉しいんだけど。そう、千穂さんとヒンさん、石田みなみさんですね、私はヒンさんって呼んでるんですけど、褒めていただけてめっちゃ嬉しかったです。ぼやっきーさんお疲れありがとう。りょうじいさんもお疲れありがとう。リコチの全力パフォーマンス感動した、めっちゃ嬉しい。そう、私の強みは全力なんです。めっちゃ嬉しい。リコチのセタレのヘタレの、リコチのセタレって言った私、リコチのセン、リコチセンターのヘタレのセリフ、セルフ、セルフセルフやった。え、感動したよ、嬉しい、ありがとう。え、めっちゃ嬉しい。え、めっちゃ嬉しい、本当に。いや、めっちゃ嬉しいわ。え、マソネさんお疲れありがとう。マルさん、なにこれ、なにこれ、 MVP みたいな感じ。え、めっちゃ嬉しいんだけど。え、写真撮ろう。え、 MVP 私、あー、え、めっちゃ嬉しいんだけど、え、めっちゃ嬉しいんだけど、まるさんありがとう。本当に、何タワーこれは。え、でもめっちゃ目あってたし、私のペンライトめっちゃ振ってくれたし、田中堂ってなんか書いてるうちは出してくれたし、めっちゃ嬉しいんだけど。ひまわり29さんイエーありがとう。ミヤティさんイエーありがとう。一光さんお疲れありがとう。一光さんめっちゃかわいい、ありがとう。何、リコチ以外の記憶、何これ、サナミ川、サナミ川に流してきた。え、つまり君には今私の記憶しかないってことね。え、そんぐらい私に、何、ぼっこり、ぼっこり、ぼっこりぼっこりやない、何、べったりじゃないで、ずっぷり、どっぷり、もしかしてどっぷりですか。そんぐらい私に、すいません、 目頭なんかカキカキした。え、そんなに私にどっぷりなんですか。いっこうさんありがとね。いやー、マイカ初めて生で見たけど、サイリウム振りすぎて汗かいてて、え、めっちゃ嬉しいんだけど。え、もうそれマイカの虜ですよ。クロさんイエーありがとう。モビさんもイエーありがとう。マイカいいでしょ。リコチのペンライトカラー覚えました、ありがとう。水色と黄色なの、ありがとう。サバ川か、サバ川って何ですか。ルタくん頑張った、ありがとう。目の前にいた、ありがとう、本当にありがとう。あつよしさんイエーありがとう。え、そうなんですよ、今日何が嬉しかったかって、久々になんか私の公演
来てくれてるって思った人がいてめっちゃ嬉しかった。しかも最前にいたり、そう昼よりどっちも来てくれてたり、いっぱい目あったしめっちゃ嬉しかった。そうそうなんです。つよしさんイエーありがとね。リコチがステージにいると花があって良きです。青よりも良かったし、ちょっと青りはすごいあれだったんですけど、ちょっとあれだった、ちょっとなんかもうちょっとぐだらず言えたらよかったのにと思ったけど、嬉しいわ。あ、ごめんなさい、急に白目。え、嬉しいわ、そう言ってもらえて。チャートリと共演してみて率直な感想はどうだった？チャートリはですね、女え、そうだな、え、なんかなんか私ってダンスって音にはまるじゃないですか。例えばダみたいな、なんかズンみたいなのよく分からんよ。でも私その音ハメって言うんですけど、分かるよね多分みんな、こんなこと言わなくて。音ハメで私快感を得られるタイプの人間なんですけど、音ハメフェチです私。え、つまり音フェチ。そう、千穂さんのダンスがすごい音にはまってて、どの音も千穂さんのダンスだとはまってるし音が見えるんですよ。それでもう私はもうほんともうすごい、おおってそんな変な意味じゃないですよ。いやすごいよかった。え、豊富に流れてるか分かる、豊富か分かるよ、サバ川。え、分かる、めっちゃ分かる、サバ川が何かめっちゃ分かる。多分私通ったことあるもん、サバ川。あー、サバ川って多分歩いたことある。うん、えあ、そこに住んでたん？私知らんかった。それなるさんイエーありがとう。みずりんお疲れありがとう。アンドーナツさんイエーありがとうみずりん、みずりんさんタコありがとう、タコありがとう。タコカピバラミキヤくんお疲れありがとう今日のチコさんめっちゃ輝いてた、嬉しい。チコだよ。のりみおさんいいねありがとういや嬉しいわ、ありがとう、いいね。チャマキャマキャマキャマさんいえありがとう。そう、チャートリはね、なんかダンスってか、ダンスってよりかは本当、いやダンスもうすごい可愛い、本当に可愛いんだな、可愛いなって思った、可愛いって思いました。え、なんか私今日ねハンドクリームいっぱい塗った、お手手が綺麗か、なんかムチムチしてるっていうか、なんか関節が。え、さやかりんダンスめっちゃ頑張ってた僕は君にハマったよ。え、嬉しい、めっちゃ嬉しい。あ、今日のお見送りは私ってずっと投げキスしてた。そう、あ、パシャも同じこと言ってた。そう、楽屋で本当見てたんですよ、モニターに映るダンスを。えー、って毎回もう気持ちよくて、その音ハメが気持ちよすぎた。マイカーでの花だれもめっちゃ良かった。おお、嬉しい。ここだけの話ですか、メンバーはマイカー好き、マイカー好きなの。山口県に住んだことありまし、なんなん、ケンちゃんイエーありがとう。マイカー公演楽しかったって言ってくれてめっちゃ嬉しい。それともさんイエーありがとう。キヨニー I love you ありがとう。タッキュも I love you ありがとう。 D さんイエーありがとう。いやそうだよ、投げキッスのことね、思わずね避けてきた人とかいるのみたいな、とかお持ち帰り、投げキッスお持ち帰りされたくてやったら懐に入れられた、私の投げキッス持って帰られたそう、お見送りはもう投げキッスのお持ち帰りだと思ってください。あ、お持ち帰りですか。
テイクアウトですか、それとも店内で。あ、持ち帰りで。はい、タッキュンアイス。愛さなくてーわー、ありがとう。愛してくれてありがとう。ポクレンパサランさん、イエー、ありがとう。お見送りでグーグー、あ、されたわ、思い出してます。え、そうだよ、なぎキッス食べられたんだよ、美味しかったですとか。え、そう、こうやってで、めっちゃガン見、なんかドヤ顔されながら食べられた、私のなぎキッス。びっくりした。え、私のなぎキッス食べた、食べたよね。今日夢力下手で良すぎたんだが MC 面白かった。嬉しい。夢力もすごい、なんかもう本当に頑張った。何気私すごいなんか、あの滝野さんのポジションだから結構重要で、重要かつなんか大、なんだろう、そういう曲が多いんですよ。だからすごい私は毎回なんか緊張&違う緊張もなんか背負いながら公演出てたんですね。でもなんかすごい楽しめてやれた。いつも楽しんでるけど今日は特にな。でも緊張したな。楽しかったけど、そう、公演最後私ひどい汗、え、そうだよ、こうやって私の心辺にこうやって滴る汗をでしたら、ほんとピーってね、汗が散っていくの。マジでもう、溜まるぐらい、本当にここにいてめっちゃ溜まってんの。だからこうやってってペッってやったら、ぽわって汗が散っていくから、あの、下手の最善の人たちはマジで私の汗を浴びました。あとなんなら、あの、一杯の水ターンするところでパーって広がって、そうなんですよ、夢力とかもなんですけど、ターンすると私汗がパーンって散るから、最善の方マジ汗散らしてごめんなさいって感じ。そんなに。しんいちさん I love you ありがとう。ぼやっきーさんも I love you ありがとう。まことさんイエーイありがとう。おやたっきお手紙ありがとう。パシがりこちの顔になりたいは納得できた。嘘、そうなの、なんで。おやすさん結婚してね、あんたさ、私のへそのごま一生取れる自信あんの？リコチのお見送りはズッキュンのイメージ。確かにズッキュンとどっちか、これガチャです。ガチャガチャガチャよ。ズッキュンどっちがいい？今日の公演で見つけてしまったのでフォローしました、ありがとう。嬉しいわ。相変わらず曲と曲の切り替えがすごい。いや、私ほんと曲と曲の切り替えやばいと思うよ。切り替えでしかないやろ、ほんとに。私なんだろう、何がすごかったかな、何があれなの、え、っていうかなんか、あの、この顔は、え、なんか、え、マイカー、今、え、マイカーの中間ブロック、花は誰のもの、制服の重さ、一杯の水で、レディオネームなんですよ。え、もう感情が全て全部 ありすぎてよくわからんくなる。花は誰のもの、なんかもう幸せになるみたいな、なんかちょっとなんかみんな、なんかこ、なんかそういうメッセージソングじゃないですか、平和になれみたいな。で最後は笑顔で終わるけど、急に制服がこんなに、急になんか制服に自由を、なん、どんな歌詞だったっけ、忘れちゃった、歌ってんの、なんか服、なんか腐っていくのだろうみたいな、壊れていくのだろうみたいな、すごいなんか重めの歌詞で、ちょっと感情がなんか、いや、マジ切り替えすごいと思う。からの、つるつん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 、え、なんか、それは幸せなようで、不幸かもしれない。バン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 。チュチュチュン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 、パンパンババンチャン。
もうすごいよ。で、いい愛の水をパンってつるるつん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 。ここ本当はカメラ目線したかったんだけど、さすがにちょっと恥ずかしいし、マイカみんなでこれ揃ってるから、しかもなんか私はそのセンターじゃないから、折り目さんじゃないから、ちょっとけど本当はあれはセンターポジションだったにで追われる唯一今日の公演が最後だったから、きっと最初で最後だからやりたいって思ったけど、さすがにちょっとなんか工藤がしゃしゃってんじゃねえよって、なんか私の中のアンチ、私の工藤アンチが言ってきて、だからできませんでした。ごめんなさい。もっと自信ができたらまた、でなんかそのチャンスがあったらまたやります。にやけるわにやけるわ。ただちいさん、イエーお疲れ、かわいい、ありがとうありがとう。そう、もうこんやり返された。私もファンの方に汗こうやってやる、おおってやるやん、パーンそう、汗がっつり目撃した。もうちょっとなんか奥の人たちにも汗やりたいと思ったけど、さすがになんかそのウォーターマウンテンとかじゃないしウォーターマウンテン、何ウォータープラッシャーみたいななんかあるじゃん、だからできなくて、そうあーって、もうちょっと奥の人、ファンの奥のファンの方にもやりかけたかったんだけど、そうよ、清水清水、カピバラミキャ君が選ぶよ、ありがとう、I love you 今だけは悲しい歌。客席からの汗も嫌がらないでね、むしろゴマになりますって。リコチ可愛いよ、リコチ、リコチ可愛い、どんぐらい可愛い私、ねえみんな、私って今どんぐらい可愛い、リコチにガチ恋、どんぐらい可愛い。教育係として汗をまき散らすのはモロクズさんに伝授しないでください。ナーピ教え子もノアピ、いっぱい汗かいた時は客席に汗を飛ばすとファンの方すごい喜ぶよ、それもレッスンみたいなもんだからさ。絶対ノアピは、リコジさん何言ってるんですか情緒どうしたの、公演名前つけられてた。タッキーさん、イエー、ありがとう。いやートゥトゥトゥン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 、本当レッスンの時鏡を見て、あ、私かっこいいってぐらい決め顔してたんですよ私かっこいいじゃん、めっちゃ決まってるって、じゃん、めっちゃ決まってんのにさ、めっちゃ決まってるって思ってたのにできなくて、さすがにできんわってなった。だって私が決めてんだよ、この私がだよ、やばくない。あやとさん I love you、 ありがとう。工藤アンチがさ心の中にいるから、シャシャ、そうシャシャって、シャシャって、次はシャシャあるわ。マジ最善に来た人はこれパンするから、リコちゃん汗をまくって同じ塩分、日陰よし、お疲れ、ありがとう頑張ったね、みんな二人ともってなみんな頑張ったよ、本当ファンの方もすっごい一緒に踊、こんなになんかあの何なんか臨場感、一体感のある公演久しぶりだなと思って、ウェーブとかあのレディオネームのウェーブとかもやってくれたし、ファンの方とか夢二から一緒に踊ってくれたし、踊れオーラオーラもなんかやってくださったし、あとはヘタレたちよとかめっちゃ揃ってて、皆さんこんななんかたくさん応援されてて、私ほんと幸せ者って思った、幸せ者だったよ私、ほんとに。あの夢力とかもそうだし、ヘタレの手拍子やばい、ちょっとなんか今めっちゃなんかすごい言葉が発音良かったね。手拍子やばい手拍子やばすぎ。人ぶよさん、イエーイ、ありがとう。
なり可愛い、フレブルちゃんぐらい、最高に可愛い。リコちゃんスタイルもいい。何これ、キサライ、キサライ様、誰ごめん誰って。カミリアケイさんイエーありがとう、みそかつじいさんイエーありがとう。一杯の水をごくっ、うんでも私結構ゴクってしてるかもしれん。テレレン、今日はせんかったけど、つんちゃんた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 ん。いやしてる時ある、してる時ある。でも今日はなんかちょっとあのど真ん中にいたからできんかったけど、美しい稲妻の時とか、その次の曲が美しいのズマの時はやってるかも。ツルルンツ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 ンしてるかもしれん。ねえ、足を上げながら水飲むのがいいよね。工藤さんなんか一番かも。嬉しい嬉しい。まさしさんイエーありがとう、明日飛んできたよ。嬉しいわ、嬉しかった。私嬉しいわっていうの謎かったね。ビーカー持って最善待機して、え本当にこうやってぐるんって、真夏のこの暑さが僕は嫌いじゃ、ここぐるんの時にプルッって汗が散ってるね。マイカ公演さ、短くなった分すごい濃くなったよね。ね、ロクさんお疲れありがとう、カメリアケイさんいいなありがとう優しいな。連れとカラオケ来てるけど全員ショルム見始めて誰も歌わない。いや歌えよ、花は誰のもの歌えよ連れは誰のショールーム見とん、まあ、さすがやな、推しとね。そうよね、いやさすがすぎ。カメリアケイさんいいね、2回も読んじゃった。ロクさんもお疲れ、いや楽しい公演だった、一体感だったよ。いい感じにみんな揃ってたよね。あれって一気飲み、マジ一気飲みだよ、うん、如来様か仏様ぐらい神々しい。やば、私お仏、仏パワフルだった、ほんとサンキュー、イエーイありがとう。丸月丸日公演のリコチさんの汗ってなんか保たれるんでしょ、やばいね。いやでも本当に汗、なんか入ってくる後輩はリコちゃんのパフォーマンスをって、あのさ、ちょっとそれを読んでなんか話に入る。私さ、あのあれ、私あれが好きな、あのエゴサがすごいしてて、エゴサしてて、なんかあのエゴサしてたらすごい嬉しいことを書いてくる。一杯の水、真夏のこの暑さが僕は嫌いじゃないんだよの、ここのリコチ好きって書いてくれてる人もいるし、そうほんとね、スクショしたんよ。なんかおきちゃんマイカー DMM 生配信でちゃんと見たの初めてかもとか、わちゃわちゃしつつ一体感がすごいの、マイカーらしすぎて大好きです、あとマイカーのみんな感情大爆発、パフォーマンスすぎて好きすぎた、みんな表現力がえぐくて全体的に運動量多いのに曲によって表情の高低差ありすぎるの、さらにボリューム感増し増しで大満足、パフォーマンスも MC も結束力が強くて楽しいのめっちゃ、マイカー好き、リコチのパフォーマンスがすごくてびっくりした、動きが大きいのもキレも表情も好きすぎた、嬉しい、いやーめっちゃ嬉しい。そうスクショした、えってマイカーのことも褒めてくれてるし、プラスなんか私のことも褒めてくださってて嬉しいってなったよ。そう変わるかな、なんかリコチセンターのヘタレたちをが圧巻、これくらい熱くやりすぎなくらいがちょうどいい、リコチこの曲で20回くらいレス飛ばしてたように見えた、みんな元気になって帰れるわきっと、嬉しい。
リコチセンターの一杯の水は秀逸。マイカーのメンバーは背格好背格好かが同じでキビキビした揃った振り付けがいいね。リコチはバクレスに目が行きがちかもしらんけど足を高く大きく広げる振り付けが目立っていいね。嬉しいわ、こんな褒めてくれる、めっちゃ嬉しい。いいえいいえ、マイカーでも調べる。あれ最近リコチが熱いから来週お話しか初めましてするしって書いてる人いる。めっちゃ見てるんです。韓国式美人くどりこさんこんばんは。はーい、あんにょん。のりみょんさんいいね、ありがとう。きよにいえ、ありがとう。え、そう、夜ご飯聞いてくださいよ。私明日どっちかというとビジュアル整え役目なんですけど、ビジュアル整えお役目なんですけど、だから塩分はそれほど取ってはないつもりなんですけど、ちょっと塩分を多すぎたわけじゃない、あのお弁当普通に食べちゃったし、お米とか全部食べちゃったしからのたい焼き2個とアイスモナカ1個食べて、で今日もうお腹空きすぎて、でも絶対夜は絶対に塩分はの抜こうと思って、だからなんかきなこ餅チョコきなこチョコ餅みたいなセブンに売ってあるんですけど、きなこチョコ餅となんか信玄餅アイスと雪見大福食べた。全部餅系もう美味しくてたまんなかったよね。まあラーメンとか食べたわけじゃないし、なんか牛丼食べたとかそんな塩分みたいなのじゃなくて、あの塩分の入ってないものを選んで食べた。もう今はもう本当にしょっぱいものが食べたくて食べたくてたまんないんです。しょっぱいを欲してる。のりみおさんいいね、ありがとう。きよにいえ、ありがとう。たっきょもいえ、ありがとう。いやもうめっちゃ食べてるよ本当に。塩分え、でも炭水化物は割となんだろう、むくまない気がします。私的には塩分はむくむんですよ。だからこれはもう許容範囲です。ただちいさんアイスありがとう。いやラーメン食べたい、ラーメン食べたい。海水飲んだらもうやばいって。ん、コーラさん初見結婚して、え、初見で結婚して、はあ、私のこと全部知ってんの。初見、ちょっと初見だから優しくしたいって思ったけど、ちょっと私は初見さんにも厳しくいきますからね。私のことをもっと知ってから求婚しに来な。いやもう今日美味しかったです本当に。いやそう、汗かくから塩分必要。そうなの。そうなの。あともうエネルギーなくなっちゃうって思って。そう、ボンタンアミさんイエーありがとう。カムラグさん I love you ありがとう。新しいファンでどうです、ちょっとねこれね美肌のついた加工がされて、あの割と化粧崩れしなかったです。ん、コーラさんかわいい、うん、ありがとう、うん、ありがとう、ありがとう、はいはいありがとう。うん、レイベンさんイエーイありがとう。そうでも割となんか見えます。え、割となんかすごいあの崩れても綺麗に崩れるというか、炭水化物は最初に使われるエネルギーだから大丈夫だよ。ありがとう、そのまま取ってもらう。なんか崩れ方が綺麗なんですよ。ちょっとここら辺になんかニキビ大群が押し寄せてる、嫌だな。うん、毛穴割とっつって感じ。
伝わらん。サバタルの子さん、いえありがとう。え、今日めちゃめちゃ反省してるわ。いや、すっぴんはもうお餅みたいに悪くて、え、お餅食べたい。サバトル猫さん、イエー。レイヴェンさん、イエー。ブンちゃんも、イエー。ありがとう。タッキン、ブラボー。ありがとう。ブラボーブラボーブラボーありがとう。わ、コーラさん、ブッシュドノエル、ありがとう。そんなね、なんか甘いもので、私のこと釣ろうとしてもダメだから。もっと、もっとだよ。無理無理、誠意を見せて。角さん、バラ結婚して、そしてめっちゃ可愛いたわ。ありがとう角さん。なんでなんで、なんで、ありがとう。そんな可愛かった。はあ、みんなに言ってるじゃん。だって結婚してとか結婚しないし、だってそのめっちゃ可愛いもさ、みんなに投げてるんでしょ。どうせ私だけじゃないじゃん。どうせサラピとかに投げるんでしょ。タッキーさん、 I love you、 ありがとう。ありがとう、伝わってるよ。瀬戸内のお日様さん、イエー、ありがとう。そう、二公演ありがとう。こちらこそ、まあ、私のことずっと見てくれてたし、私以外のペンライト振ってなかったし、そこは許す。もうめっちゃ許すよ、うん、でもどうせ他の女にも投げてんでしょね。チャートリにも本命いるじゃん。どっちが本命なの、はっきりしてよ。偉いでしょ。それが当たり前なの。本当にそれが当たり前なんだよね、うん、偉い、うん、偉いよ。偉いよ、うん、偉かったと思う、うん、ほんと頑張ったね。偉かったよ。これがいいんですか、これを求めているんですか。クマッピーさん、イエー、ありがとう。なあコーラさん、オーナメントまでありがとうね。ありがとうクマちゃん。煽るよ。タワーありがとう。とりあえずタワーありがとう。本当に今日はなんかタワーが2つも嬉しいな。マリュさんとチノさん、お礼するからね。お手紙書いてお礼する。任せて。トシキさん、かわいい、ありがとう。足打ち輪とか体の部位打ち輪出してるオタいた？いなかった。みんなね、やっぱね、あのね、こういう文字面とかではあの堂々と言えるけど、意外とみんななんかあのなんだろう、あのなんだろう、そういうの積極的じゃないのかもしれない。もしかしたら。うわコーラさん、ありがとう。サッカーボールもすごいたくさん、ありがとう。マーシャさん、家ありがとう。オタのことよくわかってる。どういうとこが、どういうとこが。いやあれ勇気いるよね、割とコンプライアンス守ってるけど本番にみんな弱いしさ、なんか意外となんか常識あるというかさ、現場ではシャイよねみんな割と。だって私の何ファンの方、私なんかめちゃめちゃ目あって照れられたりする。はーい、照れなくていいのに。そう、オタクは割とシャイでウブなんで。はあ、ウブなの。ウブなの、ん、ウブなんだ。タッキュン、ハートありがとう。クマッピーさん、アヒルちゃんありがとう。金のアヒル、ウブ、ウブなんだ。ウブって言葉かわいい。オキさんがシナノさんのスカート、待って、私お休みメール送んなきゃ。オキさんがシナノさんのスカートをめくっているのをお聞きしました。おいおい、
どうか目撃してんだベイベーエフキョンさんお疲れありがとう、ありがとう。本日も息子がお世話になりました、大変喜んでおります。本当？あいつ？あいつ喜んでたの？息子が？息子？息子さんですか？もしゅこ、むしゅこ、やばいやばい、あと5分しかないメール送る。バツバツやめて、もう暴走。あ、ちょっと F ワードが出そうになっちゃった、危ないで我慢した、危なかった今、すいませんあのね、メール書くときにすごい複雑なんですよ今の設定がやばい、危なかった、ここ下唇噛んで我慢できた、えらいえらいこれ今日好きになりましたっていう人たくさんいるのに、なんかいるのにさ、こんなリコチってそんな人だった、幻滅されたらどうしよう、ごめんね。わ、コーラさんストーブまでありがとう、私のことあのあれ温めてくれるのありがとういやー、タッキョンハートたくさんありがとね、めっちゃありがとうちょっと下打ちしちゃった、ごめんなさい。あ、 F ワードは日本語じゃないですよ、謎謎い謎いルールありがとう、ね、今日もかわいい、タッキョンハート500個ありがとうたくさんや、まだ投げてくるの、好きになった人はなかなか嫌いになれないと、最高じゃないか、やばい3分、おやすち、今おやすみメール送ってます、皆さん私のメールは取ってますか、今から取っても遅くないですね、コアラさんミラーボールまでありがとう、ありがとうコアラさんたくさん投げてくれるじゃん、ありがとう何者なんだろう、ぼやっきーさん、イエーイ、ありがとう、メール取りなよ、私のメール今年まだ12月、めっちゃあれ残ってんじゃん、もちろん取ってだよねだよね、メールなんてあるんですよ、 STU48 モバイルメールみたいな、今月から撮ってます、最高、今検討します、撮っちゃえ撮っちゃえだって330円とかで1日7通も届いて、可愛いリコチがいっぱい、ちなみにお正月には108通1日で届くんだよ、あれこれは撮ってみたらもうリコチ最高ってなるんじゃない、月山さんバラありがとう、1日108通やばいよね、前向きに検討、もう今すぐゴー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 、もう1日がすごくハッピーになれると思う、おいタッキョンハートありがとう、来月から、あ先月からリコチメール取り始めたけどマジ損はない、え嬉しい、ほんとマジタッキョンハートありがとうね、え、めっちゃ嬉しいわそれ言ってくれるの、本当に100発送るよ、こっちメールはお得だよ、いつ何円ぐらいの数、迷惑メールある、あ朝はそうだね、蜂やみつにバナナヨーグルトの写真を送って朝ごはんだよってそう煩悩がすごい、煩悩なの、そう面白そう、撮ろうかな、え、ぜひぜひ来年も100発、え、毎年してるよもちろん、送るよ、神谷圭さん尊いありがとう、え今から撮ります、え天才おる、えタッキュンハート1000個もありがとう、すごいピッ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 、1000回も連打してくれたんだね、ありがとうありがとう、そう煩悩の数だけメール送ってるの、そう朝のメールはいつもハチミツバナナ、しかもなんかもう12時とかに、やばいもうこの時間じゃん、話してたらメール送れなくなっちゃった、話してたらもうメール送れなくなっちゃった
そう、おはようメール、バナナ蜂蜜ヨーグルトメール、いや間違いない、本当にそれしか食べてないもん私私本当それしか食べないもん、今日もそれ食べた、明日の朝もそれ食べる、明日は早く塩分解禁したい、気にせずご飯食べたい、バナナ蜂蜜ヨーグルトメールだと330円ってことは1日10円くらいコスパ、え10円分の7つ、えそっか、1日10円だと思ったら1日1通私 1.3 円とかなんだ、えめっきました、え仕事よ、仕事早じゃん、仕事できじゃん、嬉しい嬉しい、ありがとう、メールって秘密の写真とかもついてきますか、えみんなどう思う、秘密の写真、あまあなんか口外水ってわかりますか、まあみんな喉についてるあの玉ですね喉についてる玉の写真とかなんか送ってた頃はありますね、どんな、今日7つ確かに送ってたね、秘密の写真が欲しいんですか口内炎の写真とか送ってた頃あったな、下にできたのよ、ベロにね口内炎ができた写真とかあ、接近戦か、あのすっごい近くで自撮りした写真、接近戦って呼んでるんですけど、接近戦あるか、今年ラストのマイカー公演最前度戦で見れて、いや最高すぎな、マジありがとな嬉しい、ロジメールお得感ある、 そんなの送っていいの、えそう実はね通るのよヨーグルトの写真だけもう少し綺麗に撮ってもらえたら、いやマジもう食欲しかないんよ、そう食欲しかないんよ、それのただけど写真撮る収めたいんよ、食べたいけど写真に撮って送りたい、うん、もう葛藤がすごいだからそう、あそう口内炎以外のところはモザイクな、そう私そうなんですよ、10秒、え今日さヘタレたちをさすごいさあの気持ちが入りすぎちゃってさ、10秒だけやってみるか、何年かぶりに全力で最高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 気持ちいい自分にせーのってやっちゃった自分、え最高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 気持ちいい自分にってやらんといけんのに、最高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 気持ちいい自分にせーの頑張れずっとやっちゃってた、もう、うん、ずっともう気合が入りすぎちゃってもうアンってやりたかったのからの、あやばいってなっちゃった、妙輪メール私も気になった、リコチメール取ってよ、リコチメールもお願いよタッキュン I love you ありがとう、トシキさんお手紙ありがとう、タッキュン I love you ありがとう、たくさん送ってくれるじゃん I love you もめっちゃ、タダチーさんはひるちゃんありがとう、タダチーさんサッカーボールもタコもありがとうありがとう、そうしかもレディオネームもなんかすごいレスしてたらお願いっていうところ、ま、忘れちゃって、 DJ かけて愛しきメロディお願いっていつも言ってるのに、それでお願いああ私ごまかしの顔してた私のごまかしの顔そうだね、お試しメールあります、お試しメール、足先の写真、足先って何ですかまあ皆さんの需要には応えたいので供給すると思います、ため褒めさん、はい、ありがとう、この笑顔守りたい、この笑顔マイカーメンバー私も大好き、気になる方は一度公式ホームページからお試しメールを受信してみるのもいいかも、
いいかも。ここにさ、先っぽがついちゃった。うわあ、マリュさん、マリュさん。ありがとう、ありがとう。そうなんだ、マリュさん、ありがとう。たくさんありがとう。たくさんありがとう。誰の今登録をすごく前向きに検討中。マジ？私200、203通も送ってんだ。確かに10月はあれがあったからね、コロナで休んでたからさ、いちいちメール送れなかったからさ、医療用機それもありそう。もう203通送ってるのすごい。37、マユリさん、イエーありがとう。イエー、触覚ついてる帽子これかな。私朝早いんだよね、明日。あ、帽子落としちゃった。よいしょよいしょ、これのことかしら、これのこと。チャーナンション、わらみきゃくん、バラありがとう。確かにリコチが、リコチ割と忙しい日あるんですよ。割と忙しい日があって、その時本当にマジ一日中スマホ触る暇もなく仕事してる。朝の3時20分、もう夜なんですけども、もはや3時20分に起きてお仕事に一日中行って帰ってくるの22時とか、そういう時もあるんですよ。私月に一度に2度、3度ぐらいあるんですよ。4度ぐらいあるんですよ、実を言うと。まあそんな3時20分に起きるのは本当一度しかないけど、朝本当5時とか4時半とか6時とかに起きて、私意外と忙しいんです、知ってました。そんなぐーたらなんか寝てませんからね。あや、カピバラミキャ君、バラありがとう。カミリアケイさん、かわいい、ありがとう。クマッピーさん、似合う、ありがとう。コイさん、かわいい。ありがとう。マリさん、ファイト、ありがとう。すごい、コイさん、たくさんかわいい送ってくれて、ありがとう。キーさんもかわいい、ありがとう。Great, thank you. タダチーさん、かわいい、ありがとう。あ、これかぶりたいっつってたんだ。確かにこれかぶれるのってマジ私ぐらいしかいないよね。おはっこりー、おはっこりー。やばいでしょ。ロッコンさん、似合う、ありがとう。シワイさん、 I love you、 ありがとう。シイチさんもハート、ありがとう。ユウヤさん、お疲れ。リコチにガチ恋 M のユウヤさん、ありがとう。たくさん、うん、かぶりも好きよ、これ。カピバラミキア君、千万両、ありがとう。ミギーってこんなんなん。確かにミギー、これミギーよね。キヨニーオーナメント、ありがとう。今日は初めて工藤リコですってグッドポーズ一緒にできて幸せでした。なあ、確かにこれサラピかぶってみたい。おみかんちゃん、かわいい、ありがとう。一杯目、確かに私のファッションみんなにやってもらいたい。かぶって外出できるのマジでさ、私さ心臓に毛生えてんだろうなってぐらいさ、強心臓よね。私これで街中歩いてるんよ、はーいみたいな、ダン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 って。これで歩いてるのやばくない？これで歩いて、これで駅行って、私山口県帰ったことあるし、怖すぎるでしょ私。あ、全然こ
これで本通り歩けるし。え、バレてるよ。そうだよ、これで私電車乗ってるから。これで私本当電車乗って広島駅に行ってるから。すごくない？え、コーラさん結婚して、え、これ、こんな私で、こんな私を受け入れられるの？え、受け入れてくれるの？ありがとう。そうだね、これも個性、これやばいでしょ。私ビーモくん、最近ビーモくん使ってないよな。なぜならなんか茶色いから。茶色いの、私のビーモくん。結婚して、そう、これで電車乗ってる。やっぱすごいね私って。え、コーラさん似合う？本当に言ってる？ありがとう。そう、あー、こういうのが好きなんだって確か思うよ。でも割となんか似合ってない私これ。見慣れてくるでしょこれ被ってたら。ビーモリ何かこぼしとるかなって、間違いない。さあ、私の今日の見送り、私、トシキさんかわいい、ありがとう。ズッキュンズッキュンズンキュン、なんかもうなんか立ち上がったりしちゃってたもん私、お見送りで。もうなんかお見送り室ずっと座ってって、あの膝から出た汁膝汁が座布団に染みつくぐらい座ってる、汗で膝汁じゃないよ、膝汗です。でもそれが、うん、座布団に座布団に染みつくぐらい、なんかお膝が痛い痛いって言ってたから、私も立ち上がっちゃった。さすがに私結構なんか決めてた、本当に一人ずつ決めてたでしょ。あいとしきさんかわいい、ありがとう。温かい目で見守ってる。今日のラディオネームのラインダンス、おーの掛け声最高に良かったです。あ、せーの、1、2、3、4、最高じゃん。見てくれてて嬉しい。あ、決めてる、え、聞こえるよねさすがに。あ、言ってるわみたいな。 The cutest cosplayer in the world. Oh my god. 嬉しい。いつかリコチの服でメンバーのファッション、え、着てもらいたい、着てもらいたい。そう、一人に。パーンとかやってたし、こんなしてたしてた、うん、もしてたし、うん、とかもしてたし、もうみたいな決めてた私。本当帽子に顔面が負けるけど、リコちゃん負けてない？やった。もうハマったかも。え、私にどっぷり？どっぷりですか？そう、膝汁、豚汁と似てるんで、確かに膝裏からも汁出るし、全然太ももとかめっちゃ汁出るし汁とか言うなんて、汗でも汁と汗って似てるよね。棒が一本あるかないか。サッタン、イエー、ありがとう。あ、メール届いた、やったね。あやとさん花束ありがとう。いや、今日のちょっとおやすちメールは全然なんか書けなかった。なぜかというと、みんなと喋ってたらさ、3行しか書けなかった。みんなと喋ってたらおやすちメール書けなかった。頭にたこ焼きついてる。あ、本当だわなあ、いや、膝汁ドバドバ日曜日してた。お見送りこちゃんに返した、ありがとうね。そう、ズッキュン返ししてくれる人もいるとか、めっちゃ嬉しいんだけど。いやー、そうね、トラックスーツ、
いやいいね、やっぱ投げキッス投げるのって楽しいわって今日思いました。ジュリエ、ジュリエ、本日初のメールありがとう。いえいえ、あ、今日もリンパが溜まってますな。黒芝のリコテンさん、イエーイ、レインボースターありがとう。ふちゃまおしい、結婚して、はぁ、あ、私のこと一生幸せにできるわけ来年もマイカよろしくお願いします。いっぱい汗かいたわ、ほんとストレート、ストレートだわ、とてもストレートです。タッキュー、イエーイ、ありがとう。こんな髪の毛の長さにもしたいなとちょっとふと思ったんです。あっ、またマイカーで、え、嬉しい、やばい。今日ね、あのお仕事で一緒になった学生さんとが公園にいて、めっちゃ嬉しくて何パセリちゃんアイスですよ何それ、マシェのみんなのなんかハッシュタグみたいなのあるの。いや、ちょっとまた、いや、感謝感謝、嬉しい。そう、それが一番結構嬉しかったかも。女の子で、そう、めっちゃ嬉しかった。コーラさん、レインボースターありがとう。虹のマジックさん、イエーありがとう。いや、なんかすごいたくさんありがとうね。おいしいヤミー、感謝感謝、またいっぱい食べたいな、デリシャ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 、ハッピースマイルこれやばい面白い。ケンタッキーさん、ペンライトありがとう。おいしいヤミー、感謝感謝、またいっぱい食べたいな、デリシャ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 、ハッピースマイル私もこれ好き。あ、こっちの話か、みんなこれす、あのハッピースマイル、これはなんかすごい、え、なんか分からん、よく分からんけど、もう覚えて言えるようになってしまったよ私。こんなこと言ってないですかね。おいしいヤミー、感謝感謝、またいっぱい食べたいな、デリシャ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 、ハッピースマイルみたいな、なんかこう、こんな、ここか、起きる。朝、明日何時だ、Let me check it out. 何これ、明日はですね、8時ぐらいに起きて準備しないといけない。そう、おさせりと一緒、一緒だと思う。写真撮影あるなら、え、そうだね、じゃあもう終わらす、配信終わっとく。めっちゃ覚えてるよ私。タメホミさん、ハイト、雪の結晶ありがとうなんかよう分からん、なんか美味しいもの食べた時になんかコールするみたいな。タメホミさん、レインボースターありがとう。うん、そう、明日おさせりと多分一緒だよ、ね、早く寝ないとね。まあ、8時に起きて、マッサージをしながら、あれ、ジュースチーマー顔浴びて、明日最高美女に、やっぱし、そう、あと歌も覚えなきゃだちょっと私今ブサイクだったかも、ごめんね。え、メール取ったよ、明日もたくさんメール送るから待ってて嬉しいわ。あんまり早くなかった、確かにね。いや、いつもがおかしいんだって、いつもなんで 3時起きとかやばいでしょ、うん、つまりは
くじ、そうだね、くじ、こういう感じかな。まあ家出る1時間前に起きてたらいいでしょう。1時間15分前に起きよう。いや1時間前でいいかな。時間あるよね。いやあるある、だって今日もだって今日だって40分で準備して家出たもん。うん、あるある。じゃあ8時半に起きます。リコチ、スチーマーしてて美意識高い、いつも可愛くいてくれてありがとう。まあいいよ、みんなメール取ってるくれるから気合える。え、いつも入ってるよ。だってみんなが私のこと大好きな、みんなが読んでくれてるじゃん。なかなかお時間ありますよ、間違いない。あ、耳栓持参、30分前で行ける。じゃあまあ1時間前に起床するわ。まあこれで行こう。イエーイいやー、みんな私のことなんか褒めてくれてありがとう。え、配信通知やばいね。いやいやい、じゃあ8時半に起きて、まあそんなところですかね。まあ明日メール楽しみにしてよ、楽しみにしてて。え、もう2人ぐらいメール取りましたみたいな人いた、いた、いたよね。やばいじゃん、私のこと好きになってくれてありがとう。明日はまあ着る服とかも、もうなんかもう適当にピッピッって選んで、まあメイク道具はまあその辺にあるやつをボンって入れて、ボンってして、ボンっていこう。オッケー、新曜日感謝感謝、まだいっぱい食べたいな、でしょしゃ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 、ハッピースマイル、よいしょ。つまりこういうことです。じゃあ壇上の方をお呼びしたそうかな。メール一回取ってみ、え、まだ取ってなかったの。一回だけでもいいからさ、取ってみようよ。ねえねえ、じゃあね。39位から読み上げますよ。そらともさん、ひまわり29さん、 MJ さん、としきさん、 CO2 さん、たかゆうさん、野口さん、伊藤ひろしさん、みそかつじいさん、サバトラ猫さん、ちゅうちゅうさん、あつよしさん、カメリアケイさん、ひできんがーさん、まことさん、もびさん、なべなべ所長、 D さん、なべさん、ましゃさん、そらなるさん、たっくん、ろっくんさん、たっきーさん、ゆうゆうゆうさん、ぶんちゃん、きよにー、ぼやきーさん、ただちーさん、ゆうやさん、こいさん、いっこうさん、りょうたくん、そして本日の秋元先生枠はぬるみや先生です。ありがとうございます。リコちゃんに夢中のコーラさん、みずりんさん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ、第3位はたっきょん、たっきょんありがとうそして第2位はまるさんでした。まるさん、今日私の配信、あ、はい、あの公演もに来てくれてありがとうあのタワーもありがとう。あのお礼するから待っててね、待ってて。そして第1位は角さんでした。角さんも私に一途に公演見てくれて本当ありがとね。嬉しかった、偉いよ偉い。だからそしてタワー、めっちゃ可愛いタワーもありがとう。めっちゃ可愛い大タワーだけ、 ABCDEFGHIJKLMNO、 うん、O だ。めちゃかわ大タワーありがとね。あのちゃんとお礼するから待っててねありがとう角さん、偉かったよワンタさん、ハートありがとう、ありがとう。キャッ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 、おやすち、みんなおやすち。よくはしゃぐ人は怖がりなんです。
って怖がり、怖がりかもしれん、割とお化けとか怖かったもん、ちっちゃい頃。いい蹴りもありがとう、といたちまちて蹴られもありがとう、いい蹴られだったよ。カズさんお疲れ、ありがとう。つまりは今日は皆さん本当にありがとうございました。じゃあね、明日早起き頑張りますので応援のほどよろしくお願いいたしますサンタさんも怖い。サンタさんってめっちゃ怖いよ。怖いよ。これからわかるから、私がなんでサンタさん怖いって言ってるかじゃあね、バイバイ、おやすみ。二公演ありがとうございました。今からお風呂に入って早く寝てしっかりマッサージするね。ありがとう日光さん、ファイト、ありがとうありがとう。じゃあね、バイバイ、おやすみ、またね。クリスマスがいっぱい、バイバイ。